だから今から6年6年もずっと前、ね、みんな海にいたわけですね、生き物は。で海から、太陽を見て少しずつ登ってきて、それで陸に上がるのに何億年もかかったわけですから、そのうちに植物たちが少しずつ上がってこれて、そして紫外線を分解して防御する力をつけた、それが抗酸化力ですから、ですから植物から取るしかないんです。どんな生き物も肉食がいるじゃないか言っても、それはその前の植物たちを食べた力をつけた抗酸化力を肉として食べてるだけのこと、全部植物たちの力です。酸素を吸わないと生きていかれないという当然の原理原則があるわけですね。酸素を吸ったら酸化するんだよっても当たり前のことですね。酸化したら死ぬんだよって当たり前ですね。この当たり前の中で生きてるわけだから、だからそれはそれで納得するんだけれども、そんな中で余分な炎症を体に起こす必要は何にもないのに、食べ物を酸化させるだけでなく酸化するような食べ物をどんどん体の中に入れるから、もっと酸化してもっと炎症を起きるわけですね。で炎症が病名という名前になっていくわけですね。で今回はパウダーの状態にして、デキソリも3種類それぞれの役割で入れてあるんですね。だからちょっとずつちょっとずつこう流れていく中で、そういうものをこう和らげながら、炎症を和らげながらいくという、口の中に含んでもらうっていうのは、まず口の中のから血管っていうかね、毛細血管が縦横無尽になっての口の中だから、それを通して力が入り込んでいくのね、だから飲んでいくらも経たないうちにほっとしたりするっていうのは、そういうことなんですね。笹の成分、あるいは、よもぎの成分、それからお茶のカテキン類の成分ありますね。これを成分を包むという、そのデキストリンが一つ、それから二つ目、難消化デキストリン、全然分解されないでいって腸に行って大腸に行って微生物たちが食べて初めて分解するという、そこまでこうずっと成分を持っていって分解してくれるという、そういうデキストリン、それから普通の、パウダーにするために粉にするために必要なオリゴ糖、この3種類なんですね。だからそれぞれの役割があって、3つまとめて、エキスを包んでくれているという、こういうことです。